そういや、あのばあちゃん元気してるかな。ほら、うちからちょっと離れたとこに住んでる何でもお見通しばあちゃんだよ。え？何でもお見通し？それってどういうことですか？占いみたいなのでしょうか？占いじゃねえんだけど、なんていうか、とにかく本当にすげえんだ。昔から何でも分かっててよ、特にこいつのことなら絶対外さねえんだぜ。すごいです。私そのおばあさんに会ってみたいです。あんたそろそろ来ると思ってね。ほら今ちょうどクッキーを焼いたところさ。わあ、美味しそう。ちょうどお腹が空いていたんです。いただきます。ってちょっと待ってください。どうして私たちが来るって分かったんですか？そりゃあね、お見通しさ。あんたは昔から己の命も顧みず献身の二次に生きてきたからね。え、まさか遠くから彼女の力を感じて私たちが来ることを？まあそんなとこかね。いいなあおばあさん。私も清少女なんかよりそっちの方が良かったです。それにしてもずいぶんとまあ立派に実ったものだ。出会った頃はまだ種だったが、芽を吹き葉を広げ花を咲かせ、そして今日ようやく果実となった。どれ、そろそろ食べ頃かね。食べ頃って、ばあちゃんどういう意味だ？懐かしいね。あんたらを見てると伝説の英雄方と旅した日々を思い出しちまう。あれ、伝説の英雄って？他の御方は肉の盾こそ理想と語る。守るべき仲間が増せば増すほど肉体は限界を超越しなさった。さあさあおいで嬢ちゃん。あんたに御方の意志を継ぐ器量があるか、一つこのバーヤが試してあげよう。さあ、ぶつけてみな。全身全霊を。Thank you.
やはりバーヤの見立て通り、あんたには資格があったね。確かに伝えたよ。仲間のために肉体をさらけ出す鉄壁兵、スパルタの神髄を。だが英雄の道のりは果てなく遠い。今はまだその入り口に過ぎない。精進なされ、若き冒険者よ。よくわかんねえけどよ、こいつに何か伝えたいとか言ってたよな。どうですか？何か変わった感じしますか？